はい、じゃあ授業を始めます。これはかなり難しい問題だぞ。ナナスケ、答えてみろ。ダイバージェンス B。 不正解だ。一応聞いたにも聞いておくか。うんち。正解だ。正解は動物の糞だ。すごいぞ、聞いた。それとこの前のテストの結果だ、ヤネスケ。なんで50点なんだよ。やった、100点だ。なんで聞いたが才能だよ。はい、100点、俺の勝ち、俺の勝ち、おめでの勝ち。あ、ヤネスケ、ガム買おうよ。いらっしゃい。ガム5個ください。50個ください。はい、ありがとうございます。お、当たった。うわ、全部外れだ。全部当たった。ヤネスケって運持ってないんだね。くそ。はい、うんち。これで運気が上がるといいね。おい、聞いた、いい加減にしろよ。あ、ヤネスケ、上見て。あ、くそ野郎が。おら、もう、あ、ほら、かかってこいよ。待て。なんて運のいいやつだ。ラッキー。おら、あいつは自分の運の良さで自然現象まで味方につけてやがる。ほら、かかってこいよ。ほら。どうしたよ、ネスケ、そんなもんかよ。原因は不明だが、キータは最強の運を持ってる。だが、一人当たりに与えられる運の絶対量には限りがあるはずだ。今だ。参りました。俺の勝ちね。おい、こんなところで何してんだ。そういえば今日の授業、ヤネスケの回答が正しかったよ。ですよね。あと今日のテストはヤネスケとキータの点数が逆だったんだ。ですよね。まあそんなことはどうでもいいから、お前ら二人とも早く帰れ。帰るか。うん。テストはどうだった？ごめんなさい、50点だった。あら、また50点だったのね。え？聞いた、親の目は簡単にごまかせないわよ。ずっと分かってたの？聞いたは聞いたのままでいいのよ。お母さん。次の授業は国語か。え、臭くね？ヤネスケおならしたろ。してないよ、キータだろ。おい、キータ、先生見てたぞ。おい、ヤネスケ臭いぞ。ヤネスケから匂うぞ。え、ヤネスケ、うぬるしてないよ、うぬるしてないよ、うぬるしてないよ。よし、野球するぞ。行くぞ。おや、おや、あちゃー、こりゃやっちゃったかな。ちょっと俺見てくるわ。ちょっとバット持っといて。すいません。ガラス割ったのお前か。おい、どうなった。あいつです。こら、僕じゃないです。バット持ってるからお前だろうが。本当に僕じゃないです。違いますって。おかしいだろお前、どうやって弁償するんじゃこら。高橋さん、あれ、こら、いやー。
あれ？これってもしかしてはやちゃんからのラブレターだ。放課後に苗22度55分整形43度10分の場所で待ってます。伝えたいことがあります。あやちゃんより。あ、この中だな。あれ、あやちゃんどこだろう。ヨネスケくん。あ、あやちゃん。ヨネスケくん、お前かよ。騙したな。あやちゃんだよ。ヨネスケくん好き。騙したな。待て待って。バーカ、めちゃめちゃでかい落とし穴掘ったもんね。うわー、うわー、ブラジル。いけいけ。ヤネちゃん、フォートナイトのやりすぎよ。いかげんしなさい。うるさいな。よし、どこだここは。お前初めてか。さっさと行くぞ。ほら、ちょ、ちょ、ちょ、どこだここ。ほらよ、あまりだ。シールドポーション、フォートナイトの世界なのか。うわー、うんま。早く行くぞ。あ、ありがとう。殺してやる。おお、おりゃ、行け。慣れてきたな、初心者こそ。まあな。やるじゃねえかよ。お、お、おい。と、トマトヘッド。トマトヘッド。俺が絶対ビクロイ取ってやるからな。くそ、当たらないな。こうなったら。あと一人。どこだ。ヤネちゃん、いい加減にしなさい。うわ、こんなの勝てっこないよ。くらえ。最近池に物を落とすと女神様が出てくるんだって。へえ。正直に言えばいいものになって帰ってくるって話。その話あんま興味ないから、キータの家にほとなしに行こう。うん、行くよ。
あ、早く帰るって言われてたの忘れてた。帰らなくちゃ。ヤネちゃん、いつまで補助輪つけてんの？みっともないわ。でも補助輪ないと乗れないからな。安心しなさい、私が教えるわ。うわあ。美人ママチャリよ。は？ヤネちゃん、まずはお母さんに乗って練習よ。まずはカーブになれるのよ。それは傾いてるだけだろ、ちゃんとやれ。たくもう車輪投げるのはおかしいだろ。これが自転車の恐ろしさよ。さあ次はスピードになりましょう。おい止まれ、止まれって。おい、うん、あれはトマトよ。てやりすぎだよ。ヤネちゃん、これが自転車に乗るという子。俺は帰る、もういい。でんでんでん。てかあんた、いつになったら自転車の練習すんの。うるさいな、しないよ。あ、聞いたら遊んできます。ちょっと待ちなさい。じゃあ遊びに行こう。なんだこれ。ヤネちゃん、いい加減補助輪から卒業しなさい。やだね、ブー。ハッピー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 、みんなでメイクグッドライフ。洗濯物みたいなワイナーハッデー。マッピーマッピー、息子で人儲け。お小遣いはなしのバッナーハッデー。